今回はスイッチ2の消費電力、電気代を調べました。結論はほぼタイトルの通りなので、実機でどれぐらいの電力を消費しているのかを確認するだけの内容になっています。確認には市販のワットチェッカーを使用します。これで遊んでいる時の消費電力を調べ、電気代に換算するというわけです。では実際に見ていきましょう。結果はゲーム機としてはかなり圧倒的です。ホーム画面では 11W 前後です。起動するゲームはゼノブレイドクロスでです。スイッチ1のゲームということもあり、消費電力が低くなることが予想されます。タイトル画面では 1W ぐらいしか上がってないのがすでにヤバいです。動かしてみると 14W 前後という感じで、4W ぐらいでクロスデが動いていることになります。この消費電力の低さはかなりバカ出ています。しかしこれはスイッチ1のゲームなので、スイッチ2のゲームであればもっと高くなるかもしれません。次はマリオカートワールドで試してみます。ソフト起動中のホーム画面も 11W ぐらいです。一応ですが出力は 4K60fps でやっています。マリオカートワールドはスイッチ2のパワーをかなり使っているはずなので、倍ぐらいの電力になりそうですが、一瞬だけ 22.6W が出ましたね。ワット数だけだと分かりづらいですが、 20W は小型のサーキュレーターと同じぐらいです。それで 4K のゲームが動くわけですから、ものすごいゲーム機です。マリオカートでもメニュー画面だと 15W を超えないぐらいですが、レース中だとどれぐらいまで上がるでしょうか。21W まで上がりましたが、まだまだ低いですね。W 数は大体分かったので、電気代表示に切り替えてみます。ワットチェッカーの上に表示されているのが1時間あたりの電気代です。換算は 1kWh で22円です。これは右脳の契約によって異なるので一概には言えませんが、最近の日本の電気代と比べると少し安く設定されています。22円換算で見ると1時間あたりの電気代は 0.45円前後になっています。一番負荷のかかる部分でこの電気代なので、タイトルの通りスイッチ2では2時間遊んでも電気代は1円です。もちろんですが、スリープ状態では0円です。充電中は1時間で 0.02 円とかです。マリオカートからルーンファクトリーに切り替わっていますが、こちらはスイッチ2エディションのゲームです。予想ではマリオカートとあまり変わらないぐらいになるはずですが、0.5 円に近いので、マリオカートよりもわずかに消費電力が高いですね。しかししばらく遊んでも 0.5 円を超えることはなかったです。数円の電気代なんてケチくさい話だとは私も思いますが、ゲームは長時間遊ぶのと同じタイトルとでも遊ぶハードによって消費電力が異なる点は実はバカにできない差があります。この表は 1kWh が30円で年間1000時間または2000時間遊んだ場合の電気代のシミュレーションです。スイッチには20ワットなので、上2つで1000時間で600円、2000時間で1200円となります。これが 100W だと3000円と6000円、 200W だと6000円と12000円になります。単純に5倍10倍15倍で考えてよいです。私が使っている
ている PC だと YouTube を見るので 100W ぐらい、低めのゲームで 150W ぐらい、モンハンとかだと 200-300W ぐらいです。ちなみにスイッチ1はピークでも 10W ぐらいなので、スイッチ1でサンブレイクが動いていたのはすごすぎます。 PC だと 250W ぐらいですが、スイッチ1は 10W なので25倍差です。普段は電気代をあまり気にしない方も、これから 5、6 年ゲームを遊ぶとして、スイッチ2で遊んだ電気代が7000円ぐらいになって、新品のゲーム1本分の値段になった時、PC や他のハードだと10本分以上の値段になっているので、バカにできないですよね。そういうことでスイッチにはかなり良いハードだなと感じます。画質やフレームレートがそれほど変わらないなら、スイッチにが断然お得で、しかも携帯できるので強いです。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。